では残り2つやっていきましょう。49ほんでね、ここはあれだな、箱持ってきてもあんまり意味ない、一方通行だね。ここに1つ1 2 3 4 5 6、ここに積みたいからこの辺にたくさん置いといてほしい。鍵1 2 3 4 5 6かな。つまりどうやって1 2 1 2 3 4 5 6、7個で上に上がって、ここに1個だ、ここに2個あればよい。これを取る、これを取らない方がいいんじゃない。これがあるからここは使えるわけで、ここを使わなくてよくなったなって判断したときにこれを取り出す。なぜこれを取り出すときにここに1個置くわけだから、いやもっと必要だな、ここに3個も必要だ、いや最終的に1個だ。この1個を取るためにここに1個置くっていうことは、この1個を取る意味があんまりない、そんな気がしますが、エレベーターまで行かないとなんか上の段はまず考えなくていいよねって感じだよな。エレベーターはすぐ行けるけどねすぐ行けるけど、まず何欲しい？やんなくていいよって言ってたことにいきなりやっちゃってるけどどう思います？まあでもたくさんここにあるものを落としてこれるのは嬉しいんじゃないのか。今下に欲しいのって1 1 2 3 4 5 6 7個でしょ。1 2 3 4 個しかないから、まああってもいいでしょうって感じだな。1 2 3 4 5 6 7だから右上にはいける。うわ、なんかめんどくさいことになったな。なんだそれ。なんか下に敷き詰めた物体が取れなくなるっていう嫌な状況になる。これなんとかならんの。左端のこれなくなればな。なくなると乗れないんだよね。これはどうしようもないね。なんか一番下の5個
捨てるみたいなことになるけど、そんなんでクリアはできないだろう。できるんか？わからんな。ゴールするためには 1,2,3,4,5 上の段に6個あればいい。だからそれが足りるなら、足りるならいけるけど、あ、どうやって持ち上げんの？ここじゃない。足りないんじゃない？やっぱり足りないな。その鍵の取り方がまずくて、何がまずかったかというと、この階段を作ってからここに詰めるとこれが取れなくなって、これを取るためにはここに1個置けってなって、ここに1個置けってなって、ここに1個置けってなる。と、これがダメになる。じゃあどうするべきだったか。ここから、これを使って、乗れなかったかってこと？5個もあるんだよな。でもこの辺のものを下に落としちゃった場合にどうなる？ここに5個でしょ。ああ、 6個必要でしょ。6個必要で、上に上げられる場所がここにしかないから、1,2,3,4,5、ここで6個使ってここに6個持ち上げることなんてできますかだよね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 13個あるから、でもここには1個でしょ。12個、 1,2,3,1,2,3、 できなくはないって感じだな。できなくはない。ここにあるものを全部下に落としても拾えなくはない。嫌な状況だね、それは。すごく嫌な状況だな。けど下からエレベーターに登らないといけない都合上、このエリアはこうやって詰めるしかない。で、これを取って。エレベーターも必要だけど、上にある、いや、鍵はまだ取らなくていいから、上にあるブロックをもらってきたい。あ、できないんだ。そうすると、今これしかできなくて、そんでやね。結局ここで一体何をしたいんやっちゅうのが分かればな。ここでどういうふうに敷き詰めたいですかでしょ。
でもな、こっちに行くためにはここにこんだけ必要なんだよね。違うのかな。ここの階段を使わずにここに1個置いて 1,2,3,4,5,6 ってここに積むのかな。あとここに1個、ここに1個で8 1,2,3,4,5,6,7,8 それができたらこう来てここに登ってもここに箱がないよねって話になる。なんだそれ。何のためにそんなことをやるんだっていうことになっちゃうんだけど。突破口があったのかな、さっきの状況から。これがもういらない。ああ、じゃああれか。これをこうすればよかったのかな。そうすると下が開くから余裕が若干生まれたならラッキー。できるんだ、取れるんだこれ。そしたらさっきの高さ6を作っていくわね。これができたらできるんじゃないかっていう。どうしようかな。この下に4個積んだ状況が嫌なんだよな。何ができる？6個で階段が作れるんだから、それ以上のパーツがあると邪魔。いらないパーツを全部上に。でも上にやったらだと取れないんじゃないの？
槍の空間に避けなかったかな。鍵取ったからこれで上行ってもいいんか。これでエレベーターを使ったらなんか変な状況を回避できたりする。まあでも階段作ったら戻れんわね。このぐらいの回収でいける感じしませんか。すごいめんどくさいけどね。解けそうな感じしてるか今。わかんない。よくわかんない。一応時計はするな、多分。すごい。すごいね。なんかこのゲームらしい、このゲームらしいなっていうことはずっとやってたね。下で、本当かな？この、結局、この2つのエリアで、この階段を作っては崩して、ここから充填して、作っては充填してっていうのを繰り返すステージだったかしら。さあラスステ、これはステージ50。ゴール前で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11だけど、ここがあるせいで下から上に積み上げることができないから、ある程度の高さを作ってここに登っ、上に登ったら上からパーツを下ろして持ってこれる状況を作らないといけないんじゃないのか。予想が立たない。まあでも箱の数は十分あるっぽいからわかんない、ね、この辺で多分大量に消費されちゃうんだろうけど、こうやって運ぶルートが作れるんなら
まあ、この辺に蓄えておけば良いだろうっていう話になるって感じだな。まずこんだけあれば、ここの上に行けるので、上の階ででも何するって感じだな。これを今ここでやっちゃうと何もできないか。そこの上に箱を置いちゃうともう解除できなくなるでしょ。かなりリスクな感じ。1,2,3 ここに登るのはもっとむずいよね。 1,2,3,4,5,6,7,8 個だから今ではできない。最初に行ける場所がここぐらいしかない。でもこうなっちゃうね。そうするとここがもうゲームオーバーだ。ここは崩せなくなり、どうやってゴールするんだろうね。そしたら階段上に詰め込まないといけないんだけど、これをやってはいけないよ。じゃあ何をするなんだよな。左から登ろうが右から登ろうが、どちらにせよ、なんかアバターが全然動かないですね。下に行くと必要なんだ。8個。別にこんなにあってもしょうがない。しょうがない。何ができんだこっから。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11個ある。11個あるけど踏めないんだって。ここはなんか解除法あんのかな。いやこれは取れないでしょ。
持ってけないよね。できちゃったあれあれ、まあ何も持たなければ通れるけど、そっか、難しいこと何もなかったわね難しいこと何もなかったわ。普通に11個積んでねで、ね、よかった。ここ簡単だぞ。ここすごい簡単だけど、だから、なんか僕は、これを積むために、これを積み込むために、なんか、高さ2段を維持しないとダメなんだろうなと思っちゃってたから、ここにブロック置いたら、ここが通れないからダメだろうなって思ってたんだけど、そんなことなかった。普通に順番に積むことできたわ。ん？だからこれが最初から目的で、自分が最初に取れる行動はここに3個積むことしかなくて、上から全部落としてここに11個貯めればよかっただけだな。すごいストレートな問題だった。イエイ。ん？ティームキャカプセルデザイン。プレイテスト、父とおじアンクル、おじいちゃん、アンクルってなんだっけ。音楽も自宅だ。テストプレイに家族出されるとなんかあんまり強い批評とかできなくなっちゃういやでもこのゲームはさ、決して悪いもんではなかったよね。楽しかったよ。あとはエクストラがいくつもあるからそれをやっていこうかなっていう感じ。ボーナスだね。16個。次回からこのボーナスをやっていきましょう。とりあえずメインレベルは、まあなんか最後まで難易度はまちまちだなという印象は正直あったかな。手数が多いから難しいというタイプのゲームではないもんね。この部分をどうやって攻略するかっていう、そこにどれだけ引っかかりが存在するかっていうのが難しいポイントだから、個人的にだから難しかったのは何っけ、40どの辺、どこだっけ。こうやって見てもどこで詰まったかを覚えてないな。でもここ結構難しかったんじゃない。ここは箱3個をどうやって使うかのステージだもんね。この辺になんか難しいのがあった気がする。ここでじゃなかった？この辺難しいんじゃなかったっけ？なんかこれをどうやって取るかで結構悩んだ気がするな。このゲームの難しいポイントって実は大量に箱があることはそんなに実は難しくないんですよ。大量に箱があるのは、別に難しくはなくて、どちらかというと箱3個の置き方が一番難しい気がする。一番階段の土台になる部分をどうやって配置するかっていう件だと思いますね。なんかここに3個作りたいのに、ここにあるブロックが邪魔をするみたいな。高さ2段を残しちゃうと、それにプレイヤーはアクセスできないとか、なんかそういう制限があるから、1段目と2段目をいかに効率よく作るのかっていう部分がこのゲームで一番
考えないといけないポイントで、それをずらすとクリアできないという状況になるかなっていう感じ。まあ、だからこそそれをたくさん使う必要があったステージは難しいんじゃないかなと思ってます。うん、んな感じだね。じゃああとはボーナス、これが、まあ、通常よりも難しいと思われるのでやってみましょう。ではお疲れ様でした。